自分はスクールカウンセラーを目指していて、で今はあの人の悩み、生徒たちの悩みとか、今は先生のヤング、先生の、お話とか聞いて、そういうメンタルをケアする仕事をしたいんですけど、と友達とかの悩みも今は聞いて解決できる時もあれば、なんかもうそもそも話してくれないっていうか、その悩みを、なんか悩み持ってるんだなって感じやすいっていうか、っていうのが分かるんだけど、その悩みを持ってる人にそのいかにどうやって悩みを聞くかっていうのに悩んでいて、話せる人はすごいパーって言ってくれて、こういうとこ解決すればいいんじゃないっていうのを出せるんですけど、そのなかなか自分の弱い部分っていうか、悩んでる部分も出せない人にその悩みを引き出しやすい質問の仕方があったら教えてほしいです。とてもいい質問だね。僕は質問の仕事をしてるんですけど、言えることは質問で悩みは解決できないんです。で、質問するよりも大事なことは何かっていうと、その人にいかに寄り添ってあげるかっていうところが必要で、で、それがあればそれだけで悩みを言わなくても悩みを解決できるかもしれない。悩みを解決しなくても安心できるかもしれないじゃない。なので私はあなたの味方なんだよずっと。で言わなくても言ってもいいんだけどね。言わなくてもそういうことを意識してちょっと関わっているだけで、なんかわかんないけど一緒にいると楽だなとか嬉しいなとかっていうところだと思うので、また。一方ではその人の悩みはその人以外は解決できないから、やっぱその人に答えを見つけてもらった方がその人の力にもなる。なので悩みを解決してあげようとはあまり思わずに、味方になってあげようと思うだけでも十分なあのカウンセラー的な役割だと思います。ありがとうございます。